みなさんこんにちは、ゼロです。今日はプレイステーション3新北斗の層をやっていきたいと思います。それでは前回の続きからいきましょう。伝説編、そしてエピソード選択、静かなるドンじゃなくて静かなる巨人ですね。はい、カサンドラに幽閉されていたそこには虫ケラー一匹すら脱走できない死風の監獄とマミヤの先導のもと、ケンシロウは不落の伝説に挑むというストーリーですね。はい、行ってみましょう。静かなる巨人。はい、マミヤがお前を追って村を出た。アミバがトキの偽物だと俺が突き止めたとき、本当のトキの居場所を探しにな。ある町で落ち合うことになっている。無事ならそこで待っているはずだ。熱い女だ。こいつです。トキの居場所を嗅ぎ回っていたのは俺たちやな。頭にトキのことを探ろうとするやつは殺せと命令されているのだ。おれ、骨がきしむぞ。たまんねえ。若い女の骨はいい音がする。骨の音がいい音するって、そんなバカな。あ、選べますね。マニアックやな。はい、ケンシロウ、レイ。とりあえずたくさん倒すならレイの方がいいかな。はい、行ってみましょう。ウィーグルさんか。敵は極超ウィーグル。鞭使うやつですね。その様子が騒がしい。さあ行きましょう。急ごう、ケン。嫌な予感がする。ちょっとこれは。これ投げれる？あよー。いや、意味ねー。失敗したわー。あっ、50体ね。はいはい。さすがにこいつらの顔も見飽きてきたな。ずーっとなってきたからね。はい、おいおい。はい、体力レベルアップ。さあ行きましょう。こいつはトキの名前を。マミヤ、感づかれたか。うん、先を急ごう。感づかれたというか、もう捕まりましたがな。そうです。そうなんです。早くかかってこい。おお、一気に強い強い強い。こっちか。届くか。うわ、強えわ。はい、レイ強いね。後ろ。はい、オッケー。さあどこよ。
あそこね。無事だと良いのだが。良いのだな。いいのだがじゃなくて良いのだがってね。はい。綺麗な日本語ですな。はい。おーわー。これね、プレス3、プレイステーションならではの。え、めちゃくちゃやん、ここ。哀れな連中だ。めっちゃ今、マミアやられてたわ。はい。え、当たってねえやん。やばいて、アミーバが死んだら終わり的なやつはやめてよ。オーケー。とりあえず休んどいてくれよ。はい。当たらないのか。やべ。強い強い。レイのこれを三角ボタンが出た時の技が強いわ。めちゃくちゃ切れるわ。じゃ頼むからマミア前に出るなって。お前、食らってるやん。やめろけって。OK、一体倒した。もう一体も、これで刻めるか。ダメか。ドイツ？こいつか、まだい。うわー、押せなかったー。ちょっと技変えましょうか。はい。レイ強いわ。数時間目が覚めた。お前の頭に俺が会いに行くと伝えておけ。バカめ、貴様ごときがあのお方にかなうものか。これも伝えておけ。この世に俺より強い奴はいない。この世に俺より強い奴はいない。まあ確かにね。もう何でもねありですからね、ケンシロウは。矢は止めるわね。怪我もすぐ治りますからね、これ。帰れ。俺は俺自身の問題だ。帰れ。奴の心の中にユリアンがいる限り、誰も奴の心を開くことはできんぞ。分かっているわ。ただ少しでも、剣の宿命を、あの人の苦しみを救い取ってあげたい。その報われぬ愛のために。なんだ今のベルは。マミア、まだなのか。近いわ、聞こえない。鬼の鳴き声のような音が。これがカサンドラ、またの名を鬼の鳴く町。ここに時が。一度収容されたら最後、二度と生きてあの門をくぐることができない。死風の監獄と。はい。お前がそれほど会いたい時とはどういう男なんだ。時、本来ならば彼が北斗神拳の伝承者になるべきはずの男だった。神技体、どれをとっても火の打ち所がなく、あのジャギでさえも認め
あの時。早くシェルターへ。ケンシロウ、ユリア、こっちだ。ごめんなさい。ここはもう一人。いえ、どう詰めても二人までです。時間がありません。すぐに死の灰が押し寄せてくるわ。マリア、トキ、レーザー、待て！そして2週間後、俺たちがそのシェルターから出たとき。いやって。俺とユリアのために死の灰を浴び、伝承者の道を断念した。ケンシロウ、私はいずれ死ぬからだ。それまでに何人の命を助けることができるか、それが私の生きていたという証だ。俺も会いたくなった。その男に。今日はいつになく鬼たちが泣きおるわ。国長、あの時が美女を。あの何事にも無反応だった時が、さすがだな時。このわしの伝説に挑戦する者の到来を予感しているようだな。国将、ケンシロウと他2名がこちらに向かっています。来たな、無謀な挑戦者よ。行け、ライガ・フーガ。まずは貴様らが腐落のカサンドラの恐怖を教えてやれ。お風神雷神的存在ですね。はい、ライガ・フーガ。まるで人の気配がしないけど。マミア、目の前をよく見てみろ。カサンドラの英子ライオン、同じくフーガ。ここを通すわけにはいかん。この門を開けようとする者には死あるのみ。道を開けぬと死ぬぞ。さあ、どこまで戦えるかな。その言葉は脅しねんだろ。どっち。ダブヒット。はい。すでにあらゆる人間がすべて死に支配する。クソ、一旦ここまでか。使えるのは。どこ行った。え、消えた。あ、そっちね。では、やつは何か妙なものを持ってやがる。いいとピアノ線、ピアノ線。維新一体、同じ血、同じ筋肉、同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。剣、気をつけろ。奴らの間に挟まれたら終わりだ。了解。ちょ、挟まれてないのに。え、当たらんやん。なんやねん。おお、はい。ラッキー。ちょっとアイテム取りに行きましょう。ん？ちょっと待った、相手弱ってるな。でも当たんねえ。どう。あ、こっち、あっぶな。今のちょっと危なかったわ。油断した。
え、技変わってた。しまった。とりあえず風牙の方が先倒せそうか。我らは二神一体、同時に倒れぬ限り何度でも立ち上がる。なるほどな、そのパターンね。バカだ俺たちの剣が見破られると。 OK、はい、倒しました。さすがにボス2体はきついな。うん、終わりだ。なぜ殺さぬ。敵意より悲しみ。お前たちの目は悲しみに満ちている。たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。あんたにかけてみよう。あんたならカサンドラ伝説を破るかもしれん。そして俺たちを含めここに生きる全ての者に再び光と生を。この門は開けておけ。もはや二度と閉ざされることはない。極小のウイグル様だ。めっちゃかわいそうやん、担いでるやつ。この町カサンドラに自ら踏み入るとは、その無謀なる勇気だけは褒めてやろう。あざっす。だがここで貴様は生まれて初めて恐怖というものを知ることになる。貴様らの希望が絶望に変わっていくのをゆっくりと楽しめないわ。さあ、ウイグル戦。話はそれだけか。かかってこい。さあ行きましょう。全く技が使えない状態で勝てるか。何もアイテムは あるな。とりあえず相手の技はかわしつついきましょうか。痛い。はい、1ゲージとりあえず削る。よし、まずは1ゲージ削りました。さあ残り2ゲージ。はい、SM の無知来たよ。いつの間に無知の先を。今度はお前に本当の恐怖を味わわせてやる。聞こえんな。そうだ、お前たちに仲間を紹介しよう。あれを見るがいい。ここにある墓にはこのウイグル様に救世主気取りで挑んできたバカどもが眠っておる。すでにお前の墓も用意してある。安心して討ち取られ。その墓は大きめに作ってあるのか。いや、なぜだ。ではできるだけ小さく畳んでやる。その墓に入るのはお前だ。エラズ口を叩き寄ってヤサンドラ極超ウイグルの真の姿を見るがよい。
さあ、後半戦。そういや、そんなタックルあったな、こいつ。そういう技持ってたわ。かわす。当たるやん、このここで攻撃と思ったら当たらんのかい。来た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 。はい、ラスト1ゲージ。さあどうする。ではお遊びもここまで。その猛虎破局度受けてやろう。ここまでこのわしを侮辱したことは許せん。いや受けるのやめようや。あ、なんやねん今の。 L1 でだね。 L1ちょっと今の L1 押したいですね。ちょっとやってみましょうか。カモン。どうしかかって使わんのかい。ここが、はい。ほらむしり取った。痛い痛い痛い。北斗、コールアフター。俺の指を鋼鉄すら引き裂く。何でもありだな、ケンシロウ。さすがだな、北斗神拳。褒めてやる。しかしカサンドラ伝説は不滅だ。飛び蹴りから、今勝手にガンザン量産バレたわ。お、どうだった。終わった。終了。 OK。 はい、終了。わしの伝説が。まあ、そう考えると、ケンイチロウめちゃくちゃ強いっすよね。やばいわ。さあ、倒した。恐怖の足音。ふふ悪党に墓標はいらん。いやいや、さっき畳む言うたやん。落ちた。ブラックのカサンドラが。俺たちはとてつもない救世主を手に入れた。マミア、気づかないか。あ、そういえば聞こえないわ、風の音が。鬼たちの鳴き声やんだ。俺たちに再び光と正が戻った。この太陽も大地も全て自由だ。俺たちは絶望の淵から救われた。ケンシロウとトキ、この二人が交わることを極超は極度に恐れていた。一体この時代に何が起ころうとしているのか。俺はこの目で見届けてみたい。ライン、フー、トキのローマで案内してくれ。なになになに、弾転がってきた。あれは剣王親衛隊。剣王とは何者だ。剣王とは世紀末覇者を名乗る恐怖の支配者。その正体は誰も知らない。このカサンドラも
奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウイグルすら監獄の番人に過ぎなかった。今すぐ降伏するのだ。お前ごときに勝ち目はない。剣王の手が回ってはもうここまでじゃ残念だが、それが返事か。ならば死ぬがよい。ライムとフーガがいない。レイ、剣王親衛隊も消えたわ。無茶するな、無茶を。どけ。俺たちは何としても牢を開かねばならぬのだ。我々は断じて時にあの男を会わせるなと命じられて。剣王様の命令だぞ。そんなことは分かっている。だが何かが俺たちを動かしている。ならば死ね。この通路を塞げば誰も時の獄舎へ近づくことはできん。そら、手を離せ離せ。塞いではならぬ。この通路は恐怖に支配されている者たちの明日への希望。ああ、あの男にかけた以上俺たちもこのぐらいの血は流さねばならん。しぶとい奴らめ。もうおしまいか、剣王の犬どもめ。覚悟は決まっている。さあつけ、ついてみろ。死ね。ここはやっぱケンシロウで行きますね。はい。さあ、いよいよここまで来るともう負けるわけにいかないね。ライがフーガの後を追う。はよ。はい。さあ。天王様。ここから先は当然ぞ。やはり剣王は剣が時と再会することを恐れているようだ。はい、ランク A。 OK、 道開きました。さて、ガンザンロザンパじゃなくて、これはよいしょ。ちょっと範囲が広い方がいいな、これで。あの部屋から叫び声が聞こえたわ。めっちゃ撃ってるやん。マミヤ、待て、行けんぞ。おーい、この敵をさっさと片付け。やばいやばいやばい、村人カウントダウン、村人のカウントダウン始まったよ。あ、どこどこどこ、これか。
ちんたらしてる場合はないけど、あえて取りに行くという。開いた？ちょっと待った、ここにもあったんだよね。はい、お前はいつも先走るんだよ。どうにか村人全員助けれるかな。うん、いけそうだね。はい、ゲット。これもとりあえず取っとこうか。戻る？え、止まった。道がこっちか。で、右っすね。はい。マミヤ早えわ。ライア、フーガ、なんと清潔な死だ。ただこの通路を守るためだけに。ライカ、フーガ、安心して眠れ。悪の炎は俺が消す。死にながらこれを。道を開けろ。できぬな。天皇様に時と合わせるなと言われて。いや、めちゃくちゃ同じ顔いるやん。めり込んで、はい、コンクリートにめり込むケンシロウ。わかった？いや、全然いるやん。待ってよ。はい、あと2体。どこよ、こっちか。ダイナとフーガ、地獄で待っているぞ。なんかここは敵の強さに合わないぐらいのアイテムが結構落ちてるな。はい、定番の指揮官。はいはい。もう遅い。すでに別動隊が時を連れ出したはず。はい、めっちゃ今なに今のめっちゃ吹き飛んだよ敵。おっと、とどめね。はい、いたやつ。飛行追。貴様の体は意志とは無関係に動く。指が勝手に。俺は剣王に殺される。その心配はない。お前はもう死んでいる。何をバカだ、名乗ろう。やばいな、この殺人剣すごいわ。はい、遅かったようだな。ケンシロウはもう来ている。壁が。早時を殺すしかないわ。
壁から登場ね。トキ兄さん、ケンシロウ、何としてもトキを殺すのだ。僕た不条件バッ、せめて痛みを知らずに安らかに死ぬがよい。飛行剣聖の北斗神拳右上破眼拳、時の北斗神拳にかかった者は知るのぎゃ天国を感じる。麻薬やんのこれ、やばいやばい、薬物やん。はい、すごい、これが時という男、これが北斗神拳。剣王とやらがこの二人の再会を恐れていたわけが分かった。痩せたな、時。だが、まだ生きている。私の体では、旅を続けることはできん。だから、あえて囚われの身になって待っていた。行こう。お前に見せるものがある。見せたいものがあるじゃなくて、見せるものがあるか。はい、一体何でしょうか。この匂いは血の匂い。あの男剣王は己の力をより強大にするため、あらゆる剣法家武道家の達人を集め、その極意を奪おうとした。凄惨な悲劇が血の数だけ。ジャギ、アミバも剣王の命令で動いただけ。アミバの発見した新機構も全て剣王に伝えられた。剣王の前に人はなく、剣王の後にも人はない。人間は己一人、それが世紀末覇者剣王の狂気の野望。そして剣王はラオウ。え、ラオウ、剣の長剣。知っていたのか。俺にはまだ鬼の鳴き声が聞こえる。この鳴き声を止めることができる男はただ一人、お前だ。はい、静かなる巨人クリアしました。評価 B ね。はい、お、いよいよ3つのものが手に入るようになってきたな。ちょっと、ちょっと待ってよ、3つのものが、あ、どれかわかんないわ。とりあえずこれレベルを低いものを外していくっていうのも手か。迷う。ちょっと、むずいわこれ。え、全然モテんやん。待ってよ、いい加減このちょっとセッティングも変えたいな。まあいいか、一回これでちょっと終わりましょうか。はい、というわけで、無事にクリアしました。はい、今回はね、はい、時を救出できたということで、ウイグルを倒しての時の救出。はい、次回はですね、視聴生の、これなんていうの、成功？青いっていう字ですね。成功かな？はい。
ということで、はい、またチャレンジしていきたいと思います。はい、それでは終わりたいと思います。お疲れ様でした。またよろしくどうぞ。ゼロでした。バイバーイ。